じゃあこんにちは、豊さん。はい、まあ、侍ジャパン終わりましたけれども、一回もう解散ってなって、うん、稲葉監督ももう優秀の美を飾って降りるとなります。まあそうだろうね、はい、長くできないよ。あ、そうです。病んじゃう。疲れます。疲れちゃうよ。そうなんですか。稲葉相当疲れたと思うよ。まあそうですよね、よく頑張ったけどね、はい、もう疲れたと思うよ。さあ稲葉もうね、うん、まあいいか、もう気合入ってるもんな。気合入ってます。はい、どうぞ。もう次は2年後見据えてます。早くねえか。すぐですよ。まあ準備しないと。そうですよ、そうですよ、はい、2023年とはいえもう2年後です。豊、うん、さんが考える2023年、俺だったらこの布陣でいくメンバーを決めていただきましょ う。予想していただくということで、はい、まずはじゃあ監督から、まあ稲葉さんがね、辞められたということで、まず監督からいきましょう。大丈夫、はい、答えて。え、何ですかその右手を挙げたのは。何か答えるんですか。俺が答える。俺大監督俺ダメか。ダメだ。そこ今日はダメだ。いや、いいですよ、その根拠というか、あのプレゼンでもいいです。いやいやいや、あー、そうだな、うん、監督な、ま、今いろいろネットで上がってるのが高橋由伸さんであったり、あと尾形さん、元広島のであったりとか、あと宮本慎也さんも上がってます。いや、おい、いろんな経験から考えると宮本慎也だな。お、うん、これは厳しくもあり、うん、今年の解説を聞いた時にやっぱり野球に対しての愛情があり、短期決戦でしょ。短期決戦に迷ってる暇ないんだよ、うん、ということは深夜のあの決断力っていうのは俺はいいと思うんだよね、うん、もちろん国際ね試合も経験してますし、もう経験豊富だしさ、はい、今年もオリンピックをね、はい、ずっともうベタつきで見てた、うん、人だし、はい、だから深夜はいいと思う、うん、最近の傾向としてその侍の監督に就任される方ってその監督経験ではない方が選ばれる傾向ありますよね。まあでもみんな監督みたいな目線でみんな野球も見てるし、うんうん、まあまあ組織をこう束ねるっていうのがね、まあ見てるだけじゃできなくて、はい、まあ、難しいと思うけども、うん、だから深夜はあのヘッドコーチまでやってるしね、はい、チーム帰ってね。そうですね。で、まあ、そういう経験も含めたら、はい、まあ由伸とかも監督の経験はあるけど、はい、俺はなんかこう短期決戦で考えると深夜っていいなと思う、ね、お、じゃあ豊さん考えるのは宮本慎也監督。ちなみに宮本さんだとヘッドってどなたを一緒に連れてきそうですか。いや、それは分からんな。分からないけど、うん、まあそれ相応の人間は連れてくると思う、ね、あの、まあ、一緒に戦って、まあ、やりやすいというかそういうヘッドってことですよね、うん、ただ今回さ、まあ、監督もそのコーチたちもあんまり目立たなかったよね、はい、やっぱりそこが目立っちゃうとさ。そうですね、うん、選手って、まあ、やりにくさっていうのはあるんじゃないかなと。まあ星野さんの時も星野選手どうもやろう、長嶋さんやろうみたいなさ、なんか余計なプレッシャーがかかっちゃう、はい、だからなんか今年の稲葉監督の布陣っていうのも選手ファーストで、はい、選手をこう押し上げてたというか、うん、だから深夜もそういうことはできるだろうし、はい、だからそういうスタッフを選ぶかなっていうふうには思ってる。お、分かりました、うん、さあここからは選手です、まあ、一応28人選ぶんですけど、うん、28人いきますか、まあ、主力になる人間をちょっと選んでいこうと思うけど、はい、まずどっちからいきますか。何が投手と野手。まあ順番的には投手だよね。ですよね、うん、この2023年で、うん、まあ、エース格となってくる。ああ、それはやっぱり宮城とか、まあ、山本もそうだよね。もう一回いけますよね。いけるいける、ビンビンいける。何言ってんの。今回もすごかったですからね。伊藤、お、ハムの、はい、今回、はい、これ先発として伊藤投手持ってきますよ。まあ、その時の状況だな、うん、まあ、そういう、こう中継ぎの実績を作っちゃったからさ、今回、まあ、それでもいけるなっていうのは思うしね、はい、うん、あとやっぱ戸郷とかがまとまってくれてればいいよね。投げっぷりいいし。ああ、はい、戸郷投手、うん、それは森下。あ、まあそうですね、今回も、うん、奥川とか、あ、ヤクルトの奥川投手、うん、で佐々木朗希とか、そういうのが入ってくるとなんか躍動感のあるチームになるなっていうふうには思うよね。佐々木投手も見てみたいですね、うんうん、だからこれからの成長だけどね、2年間の成長だけど、はい、ここら辺がこう揃ってき
てくれるといいよね、うん、じゃこの投手たちは、まあ、先発中継ぎで使っていきたいっていう投手ですよね、うんうん、抑えはい、まあ、今回は、まあ、栗林とかいるけど平投手とかもまあまあまあそうだね。ただその栗林があれだ、あんな一生懸命投げてるとさ、はい、故障しないかなってもう心配でしょうがないよ。一球たりとも抜けるところじゃないよ、ポジション的には、はい、だけど一球たりとも抜くようなボールをしない、うん、彼のなんか真面目さが伝わる投球内容なんだけどさ、はい、故障しなければいいなと思ってる俺はね。お、あ、じゃあちょっと栗林投手はフル回転なの。まあそうですよね、チームに帰ってもフル回転、全日本でもフル回転、うん、もう回転だろうけど目が合っちゃうそうですね、倒れなくていいなっていう。いやいや、だから彼がテクニックを覚えて少し抜けるバッターだったらちょっと抜くとかね、はい、まあ、そういうテクニックを覚えればいいなっていうふうに思ってるけどね。あ、じゃあちょっと抑えで栗林投手はまあ三角というかハテナぐらい。いや、でもこのままの状態だったら入れるよ、もちろんもちろん。ただその結果が豊さんは心配だっていう。ちょっと心配だよね、ね、まあ、うん、今の夢のある話をしてて怪我の話をしたつまんないんだけどさまあまあでもね、だから2023年には必ずいてほしい、はい、欲しいピッチャーだよね。じゃあそれプラスもしかするとこの抑えが2年の間で誰かさらにまた出てくる。いや、それは出てくるでしょ。それは2年間あったら誰かしら出てくる、うん、うん、これはっていう。WBC だとメジャーリーガーがここにポンと収まる可能性もあると考えると、大谷とかマイケンとかダルビッシュとか。いや、すごいこと。今来ないと思う来ないですかね、 WBC。 いや、来てくれたらさ、はい、そりゃ強いよそりゃダルビッシュが来て、前田健太投手、マイケンが来て、大谷選手、菊池雄が来て、はい、大谷が来たら。大谷選手は二刀流で使えるんですかね、 WBC って。どうなんだろうね、はい、まあ野手では確実に使うよね。そうですよね、ピッチャーは投げるピッチャーがいるからさ、まあまあ、それはどうかわからないけど、はい、それはメジャーが来たらお前入れときましょうか、メジャー。メジャーが来たら鬼に金子でもう揃っちゃったじゃんもういいですよね。もういいよ、ダルビッシュ投手、前田健太投手、菊池雄星投手、沢村投手もいますよ、うん、まあ沢村も一応仲間に入れとこう仲間後輩だけどねはい、そうですよね、沢村投手、沢村ね。じゃあ次野手いきますか、キャッチャーね。あ、そうですか。28人登録だから、うん、キャッチャー1人増やしたのいいっちゃいいんだよ。キャッチャーをだから2人とか 3人にするってことですか。まあ2人から3人ですね、うん、オリンピックの時は2人だったけど、はい、3人にしてもいい、うん、じゃあまず正捕手甲斐です。もうここは2年経っても甲斐選手、はい、キャッチャーですごく期待してるのは坂本、あ、坂本じゃない坂倉広島のです。広島びっくりしました、一瞬、はい、山本王子さんだよ、坂本しか当たらない坂が出てくると全部元になっちゃうんですね、はい、坂倉選手、はい。でもう一人が、はい、ヤクルトの古賀か、はい、DeNA の山本、はい、ここら辺が面白いと思うんだよ。おお、3番手のキャッチャーあたりでってことですよね、うんうんうん、キャッチャーは甲斐選手、そして広島の坂倉選手で3番手に、いや、梅野でもいいんだよ、はい。でも梅野は FA でどっか行っちゃうんじゃないかな。どこですか。知らないよ、日本のどっかですよね。当たり前だよ。そしたら別に日本、いや、そしたらその行こうとしてるチームだったら、うん、いや、出れないんじゃないかなっていうような可能性がある。あ、チームの方針によっては。そうそうそう、あ、これなんか出るんですかね、梅野選手 FA で。もしかしたら、まあ、可能性はあるけど、優勝しちゃったらな、うん、出ない可能性もある。まあ、ありますもんね、はい、あ、それはまた別の動画でいろいろ聞きたいです。まあ、そうだね、野手行きましょうか。今度はキャッチャーじゃなく、野手、はい、まあ、トップは坂本だよね。坂本選手2年で35歳とかの年齢になってきますけど、2年で34 88年の世代なので、はい、坂本はキャプテンだよ。その WBC でも宮本が監督だったらキャプテン性を引くよ。まあそうでしょうね、きっとね、うん、そしたら隼人やってくれって言うよ。坂本選手もう一回国際大会行きますか。まあ行ってほしいよね、うんうん、はい。そう、坂本選手、そしたら村上、はい、岡本、はい、あ、そうで、今回は岡本選手出てくると。あ、
当たり前だよ、はい、岡本は絶対行く、うんうん、で山田哲人選手、あ、哲人選手、はい、柳田選手はどうですか。まあ行くよ、行く。故障が心配だよね、柳田あれだけ振るから、そこは大丈夫かって思うっちゃうんだけど、うん、まあまあでも、まあ、外せない選手だよね、元気だったら。そうですよ、元気だったら絶対外せない選手。あとは源田、はい、吉田正尚選手はどうですか。ああ行く、はい、なんか今回のメンバーやっぱりみんな行きますね、まあ、が軸だよね、うん、で菊池、涼介選手はどうですか。いや入れていいと思う。あ入れる。鈴木誠也、これ今回鈴木誠也選手4番で使ってましたけど、例えば2年後の WBC ではまた4番になりそうですか。いやそれはもう村上が4番だったりとか岡本が4番だったりとかするんじゃない。もうこの辺りが若いメンバーがですね、うん、あと塩見っていうのがいいかも。ヤクルト、はい、それはなんで峠だようなかもしれない。いやいや塩見選手がいや、この身体能力っていうのはすごいもん、うん、あとなんか今若い選手って2年後とかでこう使ってみたいなとか、うまくあの佐藤輝明選手、あ佐藤がいるじゃないですか、はい、なんて言わないの。いやいやなんで言わないかなと思って。そうですね、佐藤輝明選手他は漏れてるとかないですか。パリーグないんだ。わかんないけど、はい、いやでも辰巳とか、はい、俺は期待してて、うんうんうん、楽天のね、はい、ああいう辰巳とかもう本当に3拍子揃ってるし、うん、そういう人間たちがちゃんと躍動できればいいと思うしね、うん、プロ野球もそれなりに活性化してるし、そ う, そうなってくるとね、うん、あと例えばそのソフトあと紅林、ああはい、あ紅林選手、はい、うん、ああいう人間もいるし、あと周東選手とかまだ足でこうダイソーだ、まあダイソーってないんですけど、いやもうね源田も菊池もね、はい、走れるし、はい、いやちゃんとしたものをつかまないとバッティングとかね三拍子というか、うん、控えとしてもね、はい、足だけで入れるんだったら、うん、それはやっぱり28人のメンバーには入れない、なかなか、うん、まあ、特に守備がうまいとか守備がうまくて足が速いと、はい、ね、足が速くてバッティングがいいと、うん、まあ、今のところ足だけが目立っちゃってる、はい、でやっぱり守備って言ったらじゃあ菊池よりうまいかって言ったらうまくないでしょ、うん、そしたら菊池を入れて菊池も盗塁しろって言ったらできるしさ、はい、特別なシーンも必要だけど、うん、やっぱ何かしら、まあ、和田でもそうだよね、うん、何かしら持っといてくれないと、うん、やっぱ28人という狭い枠にも入れない。そうですよね。となると今、まあ、ざっと出ましたけれども、やっぱり2年後っていうだけあって、まあ、すぐ、もうすぐっていうところもあるので、いや、まあ、もうすぐだから、今年の全日本は、はい、まあ、基本にはなるで、きますよね。で、そこに、例えば今回、あれでしたけど、岡本選手、佐藤輝明選手だったりとか、あと投手で言えば宮城投手だったりとか、そのあたりがこう入ってくるんじゃないかな、まあ、入ってくるよね、戸郷とかね。戸郷投手とか、うん、そうですね、まあ、これもこれですごく楽しみなメンバー、まあ、楽しみだよね。ですよね。奥川とか佐々木朗希がいるでしょ、はい、そうですね、うん、やっぱり若いこうフレッシュな選手たちがどんどん出てくると、まあ、今回の侍も結構若い選手活躍したじゃないですか。投手陣はやっぱ若手だったよね。ですよね。ああ、だから山本も若いし、はい、まあ、あれだけのピッチングされるとさ、いくつだって聞きたくなるぐらいの、まだ22とかそんなもんでしょ。で栗林でしょ、はい、森下投手もそうです。森下もそうですよ、はい、で伊藤もそうじゃない、はい、若手が躍動してる、うん、だからそういう意味ではすごくいいよね。おじゃあちょっと皆さんコメント欄に皆さんが考えるね、ちょっと2023年の侍ジャパン、まだ考えてくれないんだよ。えまだまだ早いよって2年後もうあっという間ですよ。きっと夏の思い出、うん、クソも待ってない。ちょっと待って、2人の思い出なんかクソぐらいみたいな、聞きたくないよ。よくわかりました、野球で頑張ります。